はいどうも、ビオキングです。今日はですね、久しぶりのアンダーテールをやっていきたいと思います。いや、どんだけぶりだろう。2ヶ月ぐらい、いや1ヶ月。結構空いたよね。どこまで行ったか少し忘れたけど、なんだ、何が起きてる。ちょっと待ってくれ。アンダイン来た、アンダイン来た。うお、ちょ、危ねえ。よし、これを避けながら行けってか。まあ、そんな難しいことじゃないね、これ。でもね、結構簡単だ。ほら、これは簡単ですよ。うん、全然楽勝。こんなんさ、これマリオの方がまだ全然難しいし、マリオのなんかブロック渡っていく方が難しいじゃん。これどんどん行っていいのかな。オッケーオッケー。これ当たったらどうなるんだ。確か当たったらなんか戦闘画面みたいな感じになるよね。宝箱ないのかな。ないね。それじゃあ先に進み、こっちじゃないの。どこ、こっち、違うんだ。上か下っぽいな。なんか下に行ってみよう。右、下、オッケー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 。で、このまま下に逃げる。あぶね、なんか速くなってない、なんかテンポ速くなってない。で、左か、オッケーオッケー。よし、で、下、あぶねー。なんかテンポが速い気がする、テンポが。よし、で、このまま左行く、下、うわ、あ絶対無理じゃん、今の受けるの。速くね、超ボーみたいな。超速かったんだけど。よし、このまま右に行こう。広場に出た。やばい、テンポがマジで速い。ちょっと待ってくれ。よし、常に右に行けば行けるか。よし、オッケー。おい、おい。あー、よかった。まだ続いてんの。ちょっと待ってよ、あんな槍何回も来られたら。行き止まりなんだけど。来た、アンダインが来た。戦闘すんのかな。うお、落とされるってね。主人公もちょっと抗おうぜ。なんかナスがママみたいな顔してたよね。で、落ちて、怪我はない、大丈夫、立てる。ビオキングって言うんだ。誰かと会ったの。僕の名前は誰、あれ、どここれ、どこだ。どこだ、花畑。なんこれ、ゴミか。見覚えのあるメーカーの名前がいくつかある。セガみたいな。任天堂とかセガみたいな。とりあえずセーブしよっか。このまんまセーブは終わったんで右に行くけど、これ何、ボロボロのデスクトップパソコン。これはバトルチュートリアル用のマネキン。ボコってみる。はい、全力でパンチお見舞いした。いい気分だ。いい気分だって。怒ったの。手を出すとは大した度胸だな。空飛んでんだけど。バトル用マネキン、俺はマネキンに取り付いている亡霊だ。俺のいとこもかつてマネキンに取り付いていた。貴様が現れるまでは。貴様がいとこに話しかけた。いとこは楽しくおしゃべりができると喜んだ。だが貴様が放った言葉は、よくばあれほどまでに恐ろしいことを口にできたものだ。何、いとこって、誰、何のこと言ってんの。そんな顔じゃなかったよね、そんなブサイクじゃなかったよね。まあいいや、とりあえず戦うか。オッケー。壊れた。壊れた。バカめとか言われた。俺の器を攻撃したところで痛くも痒くもない。俺は未だ実体を持たぬのだ。なるほど、どっか別の場所を攻撃しろってことかな。お、下からも来んのね。あ、でも下のなんかあれかわいい、自分で当たってんじゃん。魔法攻撃を俺に当てるな。で、行動話してみようか。会話は弾まない。
誰も嬉しそうじゃない。なるほどね。じゃあこのなんか攻撃を避け続けて上のやつに当てろってことでしょ。多分それでいいと思うんですよね。ほらなんか動き出した。とりあえずじゃあ一回攻撃してみようか。意味ないんだよな。貴様の魂を使ってバリアの外へ行く。あーちょっと待って、よし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 、めっちゃ食らってんじゃん。自分の攻撃にめっちゃ食らってんじゃん。そしておしゃれな店のショーウィンドウの中に立つ。せっかく見逃したんだけどな、逃げないな。まあ黄色じゃないとダメなんでしょうね。まだ白だからダメっぽいね。とりあえず攻撃されまくろっか。そうそう、こんな感じで。当たらんかった。なるほどね、自分からこのマネキンのところに行かなきゃいけないってことかな。ここら辺みたいな。あーやっぱそうだ。オッケーオッケーオッケー。どの辺、この辺か。オッケーオッケーオッケー。全部当たった。まだ強くない、この人。人じゃないけど強くない。で右で左に避ける。オッケーオッケー。おい貴様ら、うお、めっちゃいる、めっちゃいる。どうしよう、俺に向かって撃つんだと言ったはずだな。貴様ら全員クビだ。この脳出しは捨ててやる。ちょっと待って、え、あ、本当どっか行った。こいつの本当の力とは何。機械音が響く。どうするんだろう。とりあえず攻撃してみようか。まあ意味ないか。マネキンロボ魔法ミサイル。ちょ誘導じゃん。自分で当たってるし、バカめ。これを誘導させながらこの子に当てろってことかな。よし、ここら辺か。オッケー。なかなかうまいんじゃない今のね。えマネキンロボ下手くそって。ちょっと待ってくれ。うおー、よしよし、当たれ当たれ、当たるんだ。オッケー、強、めっちゃ強。ファイナルアタックって言われた。これ最後かな。じゃあよし、全部当たれ。あー当たらんかったか、ちょっとしか。でこいつらさっきのやつらよりももっとゴミで、仲間なんかいらねえ。うお、待って、危ない、それは危ない。ん、ナイフ切れ。そういうことか、ナイフ切れか。てかこの暴れ方やばいな。永遠にいつまでも倒せないってか。本当に、あ、え、なんかめっちゃ降ってきてんだけど。え、何あれ、サンセーブ。さよなら。ごめん、なんか邪魔しちゃったみたい。あ、なんかこんな子いた気がする。君の友達帰っちゃった。いや、友達じゃないから。全然ありがとうなんだけど。あ、でも前に君に攻撃されたことあったね。なんか気まずいね。ごめん、またね。ちょっと待って、ありがとう。ありがとうだけ言わせて。じゃあもうお家に帰るね。いい？間違えて家までついてきたりしないでね。きっと後悔するから。でもね、そっちに行くしかないんだよな。道同じだな。ついてきたんだ。目の前や。目の前やったやん。この道を上に行ったところに住んでるんだ。だからこっちには来ない方がいいよ。わかった。これ絶対ついてこいってことでしょう。それじゃセーブもしたし、ついていくのはついて行ってみますか。まあいろんな道あるけど、とりあえずあの、ん？東ホットランド？ホットランドって何？こっち？なんこれ？宝箱？違う、異次元ボックスか。これはなんだ。お、亀仙人がいる。何もいらんくないこれ。曇った眼鏡、アーマー、ゴーディフェンスか。で、これ武器、無敵時間延長、びちゃびちゃ、バトル中スピードアップか。あんまりいらないね。アンダインについてちょっと聞いてみたい。
あの子はここらじゃちょっとしたヒーロー、不屈の精神と決意の一つでロイヤルガードのトップに上り詰めた。そういえばさっきここへ来てお前さんによく似たやつを探しておると言っておった。くれぐれも気をつけること。とりあえずアンダインは多分このピオキングに何か用なんでしょ、まあ、何かわかんないけどね、まあ、人間の魂を取るみたいな感じかな。でこのまま右に行くのはいいんですけど、さっきのお化けも気になるよね。え？なんか変な音しなかった？でこれ下に行くと、ほう、ちょっとさっきのお化けのところも気になるけど、もうここまで来ちゃったもんね。先にこっち行ってみるわ。でこれを右、上、あ、なんか行き止まりっぽいな。あ、ダメだ、なんか行き止まりっぽい。久しぶりに敵出たな。あ、かわいい、隠しボステミ、手ごわいって書いてるよ。そして見逃せるんだけど、逃がしてみる。ははは、かわいい、あの子めっちゃかわいい。アンダーテールであんなかわいいの初めて見たかもしんない。まあ、サンズとか、まあ、パピルスとかかわいいんだけど、あれはもうルックスが良かったもんね。なんだったっけ、隠しボステミだったっけ、めっちゃかわいいわ。それじゃあ今戻ってるんですけど、さっきのお化けのところにね、ちょっと行ってみたいと思います。確かこの真ん中の上だったよね。これか、これっぽいね、なんか白っぽいぞ。あ、これだ、イヤホンで音楽聴いてる。あ、勝手に入ってきたんだ。ゆっくりしていってね。え、なんだこれ、 CD 再生する。あんまりセンス良くないな、これ。ブルブルウェーブ、これは全部ブルブルウェーブじゃない、グロマン、ん、グロスマスソング、クリスマスソングみたいな。なんだこれ、あ、お腹減ってる、じゃあおやつを用意するね。マジで優しい、このお化け。なんかくれるんだ、ゴーストサンドイッチ食べてみる。食べようとした、しかしすり抜けてしまった。ダメなんだ、食べれないんだ。美味しいご飯を食べた後は床に寝転がるとゴミみたいな気分。一緒にやってみる、ゴーストサンドイッチ食べてないけどね。でこれで本当に寝れるの、動かない限りずっと寝たままでいるんだ、こんな風に。だから起き上がりたくなった時だけ動いてね。早っ。早っ、起き上がったぞ、早っ。で話しかけてみる、この曲で歌詞を覚えたら迷わず一緒に歌っちゃうよ。うしかない、出るわ。鍵がかかっている、何の意味もなくない、ここ。え、何この子たち、でんでんむしむし。君はこれから長い旅をすることになるだろう、遠く地平線の彼方まで。天狗にならずいつまでも謙虚でいなさい。これは別荘が欲しいとずいぶん前から考えていてね。ここになんかお化けいるよね、なんか気まずいね。今仕事中、カタツムリ牧場へようこそ。右上にさ、カタツムリじゃない人もいるけどね、あれ絶対カタツムリじゃないよね。今じゃ月に1回ケムクジャラの人が来るだっけ。これはカタツムリレースかな、見たまんまそうだよね。ゲームしよっか、サンダースネイルって言うんだけど、カタツムリにレースをさせる。黄色いカタツムリが1頭になったら君の勝ち、1回10円。遊んでみようか。スタートしたら A を何度も押してカタツムリを応援してね。なるほどね。え、 A 連打してるんだけど。動かないよこのカタツムリ。え、詐欺じゃんこの10ゴールド、返してくれよ。え、火がついた、え、応援しすぎたみたい。それじゃこの片つぶレースはいいか、とりあえず下に行きましょう。あ、ここに戻ってくるのか。で上に行くと、こっちはなんかいるんだけど、またこれほら、バトルなんとかだったっけ、めっちゃ切れてんだけど。めっちゃ切れてんだけど。そしてこの家かっこいいな、誰もいない。なんこれ、なあ、あの家めっちゃかっこいいんだけど。ゾーラじゃん、ゾーラ。お、ひよっこ、かわいい。これ
向こう岸へ運んでくれるらしい。お願いしようか。そのひよこめっちゃすごいな。人運べるの？かっこいい、かっこいいし、かわいい。大丈夫、ちゃんと降ろせる？力尽きたとかなんないよね。無事着陸したわ。無敵じゃんこの子。仲間に欲しいんだけど。これは？このニンニクみたいな。星って何？触れるの？美味しいの？殺せるの？あなたは星なの？何言ってんだこいつ。サンズいる！久しぶりじゃんサンズ。おいらも望遠鏡ビジネスを始めてみた。あ、待って待って、前来なかったここね。え、前来たよね、ここ前来たとこじゃん、ここ戻れるってだけか。ひよこさん、お願いします。絶対ここだと思うんですよね。ここ以外に行き道がないもんな。ここからね、もう何もないんですよ。なるほど、これ上から行くのか。オッケーオッケー、こっちから行けたのね。全然気づかなかったわ。で、こうつけると上に行けると。よかったよかった、これで次に進めますね。あのお化け、何の意味があったんだろう。で、魔法の光もろうそくも持たないモンスターたちはホームへの道をクリスタルで示した。このクリスタルのことかな。どこに電球みたいなのがあるかわからないね。で、次は右か、ここ。 OK で、下行って右。なんかアンダイン出てきそうだな、この辺で。で、ずっと右に行く。全然見えん。これ後ろだ。いた！待って、怖いな、もう本当に。戦うんなら戦おうぜ。7つ、7つの人間の魂、それさえ手に入れば我らが王は、アズゴはドリーマー王は神となる。それさえ手に入ればアズゴア王はついにバリアを破ることができる。人間どもの手から地上の世界を奪還し、我らが味わった苦しみをお前たちにそっくりそのまま返してやる。っていうことは敵かこいつ。これは貴様にとって最初で最後の償いのチャンス。己の魂を差し出せ。さもなくば私がこの手で貴様の体から引きずり出してやる。嫌だね、絶対嫌だね。さあ避けるんだピオキング。アンダイン、俺も一緒に戦うぜ。ちょっと待って、なんであんた邪魔すんの。いや、今俺たちが戦うとこだから。アンダイン誰と戦うの。かわいい。このこと父ちゃんと母ちゃんには言いつけないよね。よかった、でもあの子のおかげで助けられたのか。でも行くとこなくね。ねえ、あ、上になんか行くとこできてる。で、このまま上に行く。で、このまま右に行って、でもさ、アンダインとちょっと戦いたかったな。おい待てよ。まだいいんだ。アンダイに連れて行かれてなかった？俺こんなとこいんのがバレたら怒られちゃうんだけど、ちょっとお前に聞きたいことがあって。やべえ、こんなこと誰かに聞くの初めて。お前ってさ、人間なんだろう。いや、見てわかるやん。ねえ、明らかに見た目人種違うやん。てか、まあ絶対は言い過ぎか。実はさ、アンダイに言われたんだ、あの人間とは関わるなって。ってことは、つまり俺たち敵同士ってことになるっぽい。でもさ、なんか俺苦手なんだよね、そういうの。だからさ、お前ちょっと意地悪なこと言ってくんない？嫌いになれるようにさ。どうしよう、なんかこの子さ、いい人っぽいからあんま言いたくないんだよね、悪口っていうのかな。じゃあ俺から言えって。しょうがねえな、お前なんか大っ嫌い。何やってんだ本当に。アンダインがね、言うならしょうがねえのかな。おっ、ちょっと待て、これは助けてやろう。ちょっと待て、先にこの子を助けよう。オッケーオッケー。そして俺の友達には指一本触れさせねえ。かっこいいんだけどこの子。アンダインが逃げた。いや、ほんとまたね。
結果的にね、こっちが助けられたみたいな感じになったけど、アンダイン結構出てくるな今日。お、なんかすげえところ出てきた。7つの人間の魂。また同じこと言ってんじゃん。我らがこれまでに集めた魂は6つ、あと1つってことか、このピオキングで。だがその前に、ここまでたどり着いた者には必ず我々モンスターの悲劇について語り聞かせるのがしきたり。その発端は遠い昔、過去の話と思ったが、いや好きだよそういうの、めんどくさいとか。いいねいいね、それじゃあ戦うか、アンダインよ。そんな顔なのアンダイン。もうちょっとかっこいいと思ったけど、なんかブサイクな魚人みたいな。あんまかっこよくないよね、歯抜けだしさ。貴様は決してやむにやまれず殺したわけではない。たやすく殺せるから、それだけの理由で戯れに罪なき者たちを殺したのだ。それを知った時の私の心の痛み、貴様にはわかるか。スノーフルの町の犬の兵士は命を奪われた。大切な仲間を殺されたこの気持ち、貴様にはわかるか。確かそうだな、犬の2匹か1匹かちょっと忘れたけど、なんか倒した気がするな。これ以上誰も殺させない。今までね、僕が倒してきたモンスターを全員逃がした時はまたね、ルートが違って違うエンディングになったんだろうけど、ちょっともうここまでやってしまったもんな。ごめんよ本当に。いろんなエンディングがあるとか思わなかったですよ。 G ルートとかなんとか言ってるけど、もう何のルートがあるか今でも分かってないもんね。 G ルートしか聞いたことないし。ということで今日のアンダーテールはここで終わりたいと思います。アンダイン手前で僕も非常にね、続きが気になるところですが、次回に持ち越したいと思います。それじゃあ次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。